イバタヒロカズは、神奈川県川崎市川崎区出身の、元プロ野球選手。現在は、野球日本代表内野守備、総類コーチラ侍ジャパン強化本部編成戦略担当、野球解説者、野球評論家、YouTuber。中日ドラゴンズ時代は、同僚の荒木正弘と共に、荒井場コンビの愛称で親しまれ、ファンを魅了した。妻は、 元テレビ朝日アナウンサーの河野晃子。川崎市立川中島中学校時代までは、当主で県立高校への進学を考えていたが、城南品川リトルシニア在籍時に対戦した港東ムースとの試合を見ていた野村克也の助言で、堀越高等学校に進学し、遊撃手に転校。堀越高等学校時代、2年次に、 第64回選抜高等学校野球大会3年時に第75回全国高等学校野球選手権大会に出場その後アジア大学に進学東都大学1部リーグ通算81試合出場269打数78安打打率294本塁打33打点3年秋から3期連続ベスト9に選ばれた 二部リーグ通算11試合出場、48打数14、アンダ、打率、291、1本塁打、5打点。一年時は4年、沖原義則と二遊間を組み、一年上に、武坂俊幸、中野栄一、一年下に、赤星のりひろがいた3年秋に、リーグ戦優勝。1997年のドラフト会議で、中日ドラゴンズから5位指名を受け入団。 一年目の1998年は一軍で18試合に出場したが、二年目の1999年は一軍出場なし。二千年から試合終盤の守備がため、ダイソー、またはレギュラーとして出場機会を増やしていく。二千一年から全試合出場し、二番遊撃手としてレギュラーに定着した。二千二年には初のベストナインを受賞、オフに、 背番号を6に変更。2004年には選手会長に就任し、チームの柱としてリーグ優勝に貢献した。また、自身二度目となるベストナイン、自身初の打率3割、ゴールデングラブ賞を受賞した。2005年には2年連続の打率3割とともに、規定打席到達者中12球団トップの得点圏打率を残す。国際大会での日本代表経験は、 2001年に台湾で開催されたアイブフワールドカップを皮切りに2002年キューバで開催されたアイブフインターコンチネンタルカップ出場2003年アテネオリンピック予選を兼ねたアジア野球選手権では長島ジャパンの一員として優勝し2007年の北京オリンピック予選では2大会連続での本選出場権獲得一方で 2006年及び2009年のワールドベースボールクラシックではメンバーに入らなかった。2008年8月3日に FA 権を取得するも、その日の中日スポーツ長官で残留を宣言、12月16日に球団史上最長の5年契約を結ぶ。オフの12月22日、テレビ朝日アナウンサー河野明子と結婚した。 2009年の初めグアムに自主トレに行った際に目の腫れや痛みを訴え帰国後の医師による診断で上皮角膜ヘルペスによるものだと判明した肩の故障もありにいる一種にコンバートされる予定であったが岩田本人の調整が目の不調により遅れたことに加え代わって遊撃手を務める予定であった荒木正宏が開幕直前に足を痛めたことで見送られた 調整は遅れていたもののシーズンでは主に一番打者として全試合に出場し、4年ぶりに打率3割を達成。12月3日には社団法人日本プロ野球選手会の理事長に就任した。2010年は予定通り二類一種にコンバート、またチーム方針により6番の打順を任されることが多かった。6月5日の対ロッテ戦で1500本安打を達成した。 6月11日に登録抹消。7月15日に一度一軍復帰するも、途中出場3試合のみで7月25日に、再び登録抹消。復帰は10月2日の最終戦になった。離脱の理由は眼病によるもので、ボールがぼやけて見える不調が生じこの年は144試合中53試合しか出場できなかった。 長期離脱により2000年以来の規定打席未到達、前年まで6年連続で受賞していたゴールデングラブ賞も逃し、2類のレギュラーポジションもどの上ただし輪に明け渡した。11月26日には減額制限一杯となる40%ダウンで契約公開。治療を続けていために回復の兆しが見られず、痛みが続いていたため、このシーズンには引退も考えていた。 2011年は再び二番打者として起用される。7月26日、第一子となる長男が誕生する。打撃面では、プロ入り後で最低の成績に終わった。9月1日には、NPB から反ドーピング規則違反の処分を受けるが、これは、目の治療のために使用していた薬物の許可期限切れに、伴う継続申請を怠っていた。 中日球団の過失によるところが大きいと認定され、最も軽い件、赤処分となっている。2012年、開幕戦から6番打者として起用されていたが、シーズン中盤からは5番を務めた。守備面では再び遊撃手に戻り、荒木も元の二類手に再コンバートされた。最終的に打率、284を残し、3年ぶりにゴールデングラブ賞を受賞した。 オフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。12月4日に、第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。第3回 WBC でのイバタ2013年2月20日に、第3回 WBC 日本代表選手28人に選出された。 背番号は3だった。ブラジル戦で同点が3月8日の台湾戦では9回西から同点がを放ち、打率556と決勝ラウンドに進出した全選手の中で最も高い打率を記録した。指名打者としても出場し、東京ラウンドの MVP を獲得、大会ベストナインの指名打者部門にも選出された。 特に2次ラウンドの台湾戦の同点的時代については一生忘れないと語った。シーズン公式戦では100試合出場で打率2361本塁打。シーズン後は年俸減額限度額を超える大幅減俸の提示を受け、周期キャンプには1人だけ不参加。11月4日に球団が来期の契約を結ばないと発表された。 巨人時代2013年11月26日に、読売ジャイアンツとの契約の合意が発表され、12月3日に入団会見する。背番号はにプロ入り後ずっと打倒巨人を唱えていた男が、巨人の強さの秘密を探るために入団したと語った。12月13日、第2子となる、長女誕生。2014年は、 足に不安を抱える片岡を侍に次ぐ二類種など、主に内野の守備要員として試合に出場する。また、片岡が連戦の疲れを考慮して休養する際は二類種でスタメン出場し、声優劇種の坂本隼人が故障を等で先発出場ができない際には、7月6日には古巣の中日からの第一号となる本類打を浜田達郎から打つ。5年ぶりに、 シーズン3本塁打 CS ファイナルステージ阪神戦では第2戦の7回に岩田実から2ラン本塁打を打つ。2015年は開幕スタメンで出場し、序盤はレギュラーとしても出場していた。6月12日第3子となる自助誕生。最終的に片岡の故障離脱もあって98試合に出場したが10月24日。 読売巨人軍球団事務所で記者会見を行い、同級生の高橋義信の監督就任に伴って、今季限りで現役を引退することを表明。日本プロ野球名球会の入会基準である、通算2000本安打まで、あと88本。高橋からの引退報告を電話で聞き、彼より長くやることはないと思っていた。電話をもらい、 すぐに辞めようと思ったと決断したことを会見で明かした。2015年10月27日には2016年からの一軍内野守備総類コーチ就任が発表され11月5日に日本野球機構より任意引退公示された。2017年9月11日に11月に開催される第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表内野守備。 総類コーチを務めることが発表された。日本代表で一類コーチを務めるリバタ2018年10月22日、コーチ退任が発表された。11月26日に2019年から、東海テレビ日本放送東海ラジオの野球解説者になることが発表された。新たに、中日スポーツ、東京中日スポーツの野球評論家にも就任する。 その他、プロ野球ニュース解説者と、日本テレビ、中京テレビ放送のゲスト解説者にも出演する。2019年1月、サムライジャパンの強化本部編成戦略担当に就任したことを、日本野球協議会が発表した。同年10月に日本テレビサービスが、YouTube チャンネル、イバ TV、イバタヒロカズ公式チャンネルを開設し、 同チャンネルで YouTuber 活動を開始することとなった。チャンネルでは現役時代の裏話や野球界が抱える問題、注目の選手についてなど野球にまつわる話題をアシスタント MC のミッチーともに岩田独自の目線で語る動画が週1回のペースで投稿される。また、アジア大学時代の同期である飯塚智博が監督を務めている。 NTT 東日本公式野球部の臨時コーチを務めている。プロ入り後一軍出場当初は外野を守ることもあったが、プロ入りまで外野の守備経験はほとんどなかった。これは当時遊撃手としては年下の福留康介がおり、一軍出場が難しいチーム事情から二軍監督の二村徹は一軍首脳陣に、井端はもともと外野手だったと報告。 内外野を守れるユーティリティプレイヤーとして一軍に昇格したためである。2001年から遊撃手のレギュラーに定着。荒木正宏とは守備で二遊間、打順で1.2番を組むことから、荒井場コンビというコンビ名で呼ばれる。外野に抜けようかという打球を荒木が補給した後、無理に自ら一塁に送球せず、岩田にトスして送球を委ねるという、 プレーをはじめとした数々の芸術的な守備を見せ、荒木と共に2004年から2009年まで6年連続でゴールデングラブ賞を受賞している。2010年からは年齢的な負担を考慮して二塁手にコンバートされ、荒木と守備位置の入れ替えを行った。2012年からはこの年から監督に就任した高木森道の井端は気持ちが吹っ切れてなかったし、 荒木も肩に不安があるからという意見と、岩田本人が遊撃手を希望したことにより、再び守備位置を入れ替えることになり、この年は守備イニング1以上の遊撃手で、両リーグ2位となるザ15.9を記録した。走塁面でもシーズン20投塁以上を3度記録し、右打者ながら1塁到達3.98秒を記録するスピードを誇ることもあるが、 大半は4秒台前半マイナス6秒台前半と村が大きい。また投類の成功率も通算で62%と低い。打撃では2001年から2011年までは主に2番打者として起用され、荒木が不調の場合は岩田が1番に入ることもあった。また監督の方針により3番、5番、6番などの打順を任されることもあった。 柔らかいリストワークを生かしたバットコントロールの良さを持ち味とする。大きく左足を上げるバッティングフォームだがタイミングやステップを微調整するため対応力が高い。2 0 0 9年から2010年までの5年間で左投手に対して打率。307を残し、基準違反統一級が導入されていた2011年から2012年も打率。285を記録するなど、 左投手を得意としている。空振りは少なく、外角の球に限らず内角の厳しいコースも腕を畳んで右方向へ運ぶ技術を備え、得点検時には右方向に8割以上の割合で打球を運ぶなど、場面に応じたバッティングもできるほか、ファウル打ちは球界屈指の技術を誇る。趣味はボートレース。年末年始には愛知県にあるボートレースが生りで、 トークショーに出演するのがここ数年の恒例行事となっている。ボートレーサーの中では原田美雪なりと仲が良い。2004年から2018年まで出身校である川崎市立川中島小学校で開催される井田祭りに参加し子供たちとの交流を図っていた。2006年から2015年まで川崎市の野球少年のために井田広和杯を主催していた。 2012年よりスパイクを水野からアシックスにしたが、水野とアンバサダー契約をしているため自腹で購入してもらっているとアシックスの担当者は語っている。ちなみに、イバタが要望したのは痛くないスパイクである。イバタのファンであると公言している人物としては、イバタの妻である河野晃子や SKE48 の高柳明、ね、吉田沙織などが知られている。 ありがとうございます。